皆さんこんにちは。今回は、中国で起きたと言われる奇妙な事件について調べます。かなり衝撃的な内容と画像を扱いますので閲覧注意でお願いします。検索してはいけない言葉としても有名である、老坊離縁村事件、という事件があります。このワードで検索すると、女性の剥がされた皮や生首、台所に置かれた人肉らしき画像がヒットするという恐ろしい噂があり、実際に調べてみると、確かにそのような画像が出てきます。カバンと共にかけられた女性の生首の写真があり、ポスターには血が飛び散っているのがわかります。さらに、ビニールシートの上に生首と剥がされたと思われる皮が広げられている写真、その次には、中身、が置かれた写真もあります。ウィキの説明にあった通り、台所に何かの肉が置かれている写真もあり、隣には野菜も置かれ、これから料理するのではないかと思ってしまう光景ですが、置かれている肉が、他の写真に写っている肉の色合いと同じなので、おそらく解体された女性のものだと思われます。ではこの画像は一体何だったのか、というと、老坊離縁村事件、というワードにある通り事件に関する画像と言われています。浮気した妻に夫が激怒し、妻を殺害、その後皮膚を剥がして解体し、その肉を食べ、さらには近所にお裾分けまでしたと言います。あまりに現実離れした内容であり、よくあるのが映画のワンシーンなどの画像を、あたかも本当に起きた事件に関する画像であるように紹介するケースです。画像だけではなく事件自体も創作されたものである可能性が高く、今回の老坊離縁村事件に関しても架空の話ではないでしょうか。しかし、調べていくうちに奇妙なことがいくつか判明しました。さて、この事件については、現場となった老坊離縁村がある中国でも騒動になっていたことがわかりました。バイブ百科に詳しくまとめられていたのでそちらを参考に説明させていただきます。2016年10月9日、中国ブロガーがある事件に関する内容を投稿しました。それによれば、老坊離縁村で男が妻を殺害し、遺体の皮を剥いだ。妻が他の男と関係を持っていたためである。さらに非常に血生臭い写真も投稿された。犯行現場の写真、他は女性の死体である、と説明されていました。この投稿が発端となって、中国のネットユーザーの間でも大騒ぎになったようです。しかし、事件を投稿したのは中国のブロガーであり、何らかの報道機関ではありません。やはり事件はデマだったのでしょうか。この件が騒動になると、あるメディアが当局に問い合わせを行いました。回答によれば、ネット上に流出した事件はすでに10年前のこと、と話していたといい、警察は事件の具体的な内容やネット上に流出した写真の真偽などには当面回答しないと話したとも言います。つまり、事件は実際に2006年に起きたことは間違いなく、それを2016年にブロガーが公開したということになります。ここで疑問なのが、なぜこのブロガーが事件の内容だけならまだしも、事件現場の写真を公開できたのかという点です。冒頭でもお話ししたように、無関係の画像をこの事件と関連しているかのように使っていたのでしょうか。そうだとすると、警察が写真の真偽について回答しなかった理由が引っかかります。ここで一旦画像についてもう少し詳しく見ていきますが、画質が悪いので一部不審な点はあるものの、おそらくコラ画像の類ではなく、本物の遺体もしくは遺体に見せかけた模型が使われている可能性は高いです。ただ、写真はまるで警察が現場検証を行うために撮影したかのような状況になっており、最初の2枚は現場に、女性の体が落ちている写真で、その後に敷かれたビニールの上に女性が並べられた写真になっています。なので、最初に現場の状況を撮影した後に検視のために女性を並べたかのような内容になっており、捜査用に撮影された本物の写真である可能性も、ないとは言い切れません。また、写真に写っているポスターには中国語のような文字も見えますので、現場は中国である可能性も高いです。
さて、ではこの画像はブロガーが初出だったのかというと、そういうわけでもありませんでした。2013年には、海外のグロ系のコミュニティサイトにこの画像が投稿されているのが確認でき、この時点で情報がない、とされています。つまり、この画像は2016年に話題になる前からネットに出回ったものであり、中国のブロガーはそれを持ってきたに過ぎません。では、この画像は事件に関係がないのかというと、事件について調べてみると、こちらも2016年以前から出回っているようなのです。例えば、2014年の中国語のツイートにて例の画像に加え、事件の内容も投稿されています。内容は2016年のものと同じで、それに加え調理され、近所の人に配られたとも書かれています。さらに、2016年の騒動について紹介したあるニュースサイトでは定期的に言及されている、と紹介されています。最も古いもので2007年、事件の性質からメディアには公開されていないものの、村であった事件について語られています。同様に、浮気された男性が妻を殺し、調理した、という事件で、近所の犬にも食わせたと説明されています。その後、2012年、13年、15年、そして2016年と、定期的にネットに投稿されてきた事件だったようです。画像はいつから出回っているのか不明ですが、少なくとも2013年には出回っており、事件の翌年からネットに噂が出回っていたことを考えると、本当にあの事件の写真が流出していた可能性もあるのかもしれません。というのも、公式には報道されていない事件で、2016年以前はあくまで都市伝説レベルの話であったものの、2016年に話題になることによって、メディアも動き出し、当局への取材によって本当に起きたことが判明したわけです。事件の内容も、単に殺人事件が起きた、という話だけでなく、詳細に語られたものが2007年から出回っています。なので、当時の捜査内容が漏れていてもおかしくはない話なのかもしれません。ただ、あくまでも推測に過ぎませんのでこの画像が本当にこの事件と関連しているのかは不明です。内容的に、この事件の写真としか思えませんが、警察が真偽すら発表しないという話が全てを物語っている気はしますね。いかがでしたでしょうか。出回っているものがあまりにも現実離れしているので都市伝説かと思ったのですが、事件自体は本当に起きたことが確認されているということで、かなり驚きました。当初から事件の内容がネットに出回っていることを考えると、この写真ももしかしたら、と思ってしまいますね。